アントン・フィアーは、アメリカのドラマー、作曲家、バンドリーダーである、オハイオ州クリーブランド生まれ、フィアーはラウンジ・リザーズと、ザ・フィーリーズの初期メンバーであった。また、ザ・ロッジに在籍し、ペル・ウーブと仕事をし、短期間、ザ・ボイド・イズに在籍、そして、ゴールデン・パ・ロミノスを結成した。1978年に、 ベル・ウブが発表した、ダタパニック・イン・ザ・イヤー・ゼロという EP は、フィアーに捧げられている。彼は、ビル・ラズウェルと広範囲にわたって協力しており、ハスカーでのギタリスト兼ボーカリストで、ソングライターのボブ・モールドと、ツアーやレコーディングを行った。また、1987年のアルバム、イナズマ・スーパー・セッション・アブソルート・ライブでは、ベーシストのジャック・ブルースと日本のギタリストの鈴木、 ケンジと共演した。フィアーは1983年にジョン・ゾーンがまとめたアルバムロックス・ソルスで演奏しレコーディングを行った。彼らはゾーンの生誕50歳を祝うライブアルバムを録音しザディクから出ている5 0スバースデーシリーズの5 0スバースデーセレブレーションボリューム3として発表された。フィアーはまた ギターの名手であるジム・カンピロンゴによる2010年のアルバムオレンジをプロデュースした。ゴールデン・パロミノスのメンバーであるシド・ストローは現在フィアーがドラムを演奏していないことを2019年10月11日に Facebook に投稿した。ありがとうございます。